コバルト文庫は株式会社収英者の文庫レーベルである。最初期を除き現在に至るまで少女向け小説を中心に扱っている。1965年創刊の収英者コバルトブックスを前身とする。これはジュニア小説の総書であり B6 サイズのソフトカバーの形態で1971年までに149冊出版された。 1976年5月、このコバルトブックスの後継として修営者文庫、コバルトシリーズが創刊された。創刊時には、コバルトブックスで出版されていた作品、続いて、少女向け雑誌、小説ジュニア掲載作品が文庫化されていった。シリーズ名に、修営者文庫を冠しているが、当時、一般向けレーベルとしての修営者文庫は存在しない。修営者文庫として、 一般向け作品の刊行が開始したのは1977年5月であり、コバルトシリーズが1年ほど先行している。小説ジュニアからの文庫化作品は、少女小説に分類されるものが中心であったが、創刊翌年の1977年には、SF 作品や川端康成、万葉姉妹、山本直寿美の詩集なども発刊されている。1978年には、 宇宙戦艦ヤマトブームの到来により、若崎県による、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちが観光され、以降アニメブームに乗る形で、若崎県、藤川警戒、辻松崎らによるノベライズ作品が次々と観光された。1983年から公募賞としてコバルトノベル大賞を開催。直木賞作家の山本文夫、ゆ川恵はみ。 津田光代なども受賞者である。1990年、集英者コバルト文庫と改名された。1991年3月には、少女向けとしないファンタジー路線作品を、スーパーファンタジー文庫として、独立創刊している。また、1992年3月には、漫画のノベライズなどを含む、より若年層向けのコバルトピンキーシリーズが作られた。 2014年2月から8月にかけて不定期でコバルト文庫と違う背表紙のデザインを施し発売日を集英者文庫と揃えて観光する一部の作品があったがこれらのシリーズは2015年に集英者オレンジ文庫として独立レーベルとなった2014年11月間より背表紙リニューアル白を基調としたものに変わり 裏表紙のデザインもあらすじを載せるなど変更された。2016年5月に雑誌コバルトが休館。それまで雑誌の広報を主としていた公式サイトはウェブ小説配信を強化したものとしてリニューアルされた。2019年1月から紙文庫の定期刊行が停止され、電子書籍メインになるが、 2021年1月には、ウェブサイトで連載されていた小説が、2月以降には、電子書籍で出していたシリーズが、過失修正され、集英社オレンジ文庫から、改めて発売されるパターンが増えていった。ティーンズの淡い恋愛をテーマに扱ったものが多く、イラストや表紙に力を入れているのも特徴である。旧スーパーファンタジー文庫系のファンタジーや、サイエンスフィクションの要素が加味されたものも、 少なくない。リボン、別冊マーガレット、コーラスなどといった、集英社の有する少女漫画雑誌の連載作品を原作とするノベライズも扱っている。1990年代から徐々に2000年代半ばまで少女を主人公にした作品な他にボーイズラブを題材とした作品の増加が顕著であった。現在は少女が主役の姫、嫁、 巫女といった設定で書かれる男女の恋愛ものが定番である。多くは書き下ろしスタイルを取るが、各月監視コバルト連載後に過失、文庫化するパターンもある。各シーズンごとに様々なフェアを行っている。コバルト文庫を中心に活動する作家に、前田玉子、桑原水奈、近野ちょゆき、藤原ディーラがいる。赤川二郎も吸血鬼シリーズを、 各月監視に掲載している。過去には、荒井元子、久美沙織、氷室聖子、藤本瞳、久保田良といった面々も執筆していた。また、ジュディ・ブルーム、キャサリンの愛の日、リチャード・ペック、レイプの街などのアメリカヤング・アダルト小説の翻訳紹介も行っていた。ありがとうございます。